宮城県柴田郡チーム柴田の発表となります。チーム柴田の皆様、どうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、チーム柴田です。すごいとても緊張しているんですが、よろしくお願いいたします。それでは発表を始めさせていただきます。私たちは宮城県南部にある柴田郡の30年後について考えてきました。この発表では現在進められている合併の計画が成立し、大河原町、柴田町、村田町の3町が合併したことを前提として進めさせていただきます。私たちが考えた柴田の30年後のビジョンはムービングです。全世代の人々がスポーツを通して心も体も生き生きするような街にしたいと考えています。ムービングには3つの意味があります。1つ目は動く。住民の方が楽しんで自主的に運動してくれる街になること。2つ目は感動。仲間とスポーツなどを行うことによって達成感を感じ、仲間と共に感動を得られるような街になること。3つ目は引っ越し。柴田以外に住む方にも魅力的だと感じてもらい、移り住んでもらえる街になることです。以上3つのことからキャッチコピーをムービングとしました。皆さんはスポーツというとどういうものを想像しますか？私たちが考えるスポーツとは障害スポーツです。すべての人が一人一人に合わせて行うもので、競技だけではなくガーデニングや家事もスポーツに含みます。続いて柴田についてです。柴田はきれいな桜や蔵の町並みがある観光名所もあり、その中でものどかな暮らしができる素敵な町です。しかし現在柴田町、大河原町、村田町の3町では超高齢社会となっており、今後も高齢化が進むと考えられています。その中で出てくる課題として、要介護認定者の増加が考えられます。加齢により体の機能が低下していくことは仕方のないことです。しかし予防行動を取らなければ、食事や排泄、移動といった日常生活動作、いわゆる ADL が低下していくと考えられます。また柴田郡の3町では運動習慣者割合が 50% を下回り、住民の2人に1人は運動習慣がないということになります。このことは肥満やメタボリックシンドロームにつながるのではないかと考えました。そのような課題がある中でも、体育大学である仙台大学と連携することや、すでにあるスポーツイベント、また活動団体が活動しているので、その団体も補助をしていくということは強みになるのではないかと考えました。私たちの柴田町への思いは3つございます。すいません、1つ、この柴田の強みであるスポーツを生かして、町を盛り上げたい。2つ目、健康寿命、住民の健康寿命を向上させたい。そして何よりも、人々が活気あふれる元気な街にしたい。ちょっと硬すぎましたかね。この思いをもとに、計画の方を策定してまいりました。では次まいりたいと思います。では政策を行うことで私たちは何を達成できるか、どのようなことを成し遂げられるか説明いたします。まず現在ですね、こちら、現在、こちらから重点政策に着手していきたいと思います。こちらは10年後、次の計画、次の段階に進むための準備を行います。次に10年後、こちらから、政策の運営、実行を始めたいと思います。これにより、運動への興味関心の向上を、図りたいと思っております。そして30年後までには、運動習慣者日本一、ADL の維持・向上、そして、スポーツの街、柴田といえばスポーツという街を成し遂げられると、私たちは見込んでおります。それではこれを実現するための、政策について、説明していきたいと思います。まず一つ目の政策は、住民をサポートするための連携したチームを作ることです。
この政策の目的は、住民側と運営側が一緒に参加していただくことによって、個人が生きがいや役割を持ってもらうことです。まず、運動チームは、住民が適切な運動を行うことができるよう、スポーツの指導を行います。健康チームは、健康面で不安がある人をいつでも相談できるサポートを行い、スポーツに専念できる環境づくりをします。そして、交通チームは、スポーツ施設をバスで結び、アクセス環境を整え、スポーツを通して、地域の方々が気軽に交流できる場所を提供していきます。この3つのチームが、連携して住民をサポートしていきます。また、運営側の雇用に関しては、市の職員もおりますが、ボランティアの方を多く集めます。ボランティアが気軽に参加できるように、有料ボランティアの活用に取り組んでいきたいと思います。皆さんはお店に行ったときにポイントカードなどを作りませんか？この政策2では、これと同じ原理で健康行動を取ることによってポイントが貯まります。貯まったポイントは公共施設の利用料やバス代として使うことができたり、景品と交換することができます。アプリの管理は携帯などの電子端末で行います。そのアプリでは自らの健康データや病歴、運動記録も確認することができます。電子端末が使えない方にはマイナンバーのカードや記入用紙で対応します。このシステムを導入することによって住民の方に興味を持っていただき、その上でスポーツを始めるきっかけになるのではないかと考えました。続いての、政策ですが、研究所の積極的誘致について発表していきたいと思います。こちらはまず、スポーツや運動、健康に関する、研究所の積極的な誘致を行います。でこちら立地確定した、研究所には、奨励金を交付したいと思います。研究についても査定の上、研究費の方を交付し、資金、財政的な援助を行いたいと思っております。次に、柴田を研究モデル都市に指定し、住民や地域の、学生、例えば先ほど紹介した仙台大学の方々ですね、こちらの方と協力連携して、研究の方を行っていきたいと考えております。ここで、住民および学生の皆さんは、部分的ではございますが、先進的事業を、直に体験できる、こういうメリットがあります。でそして、研究の中から成果のあった事業、こちらの方を、柴田に優先的に、導入したいと思っております。でこれを継続的に行っていくことにより、最終的にスポーツ先進都市を目指していきたいと考えております。この政策により住民の興味関心を、促進させ、体験から向上させることができると見込んでおります。こちらは47道府県約1700自治体の中で唯一のオリジナリティあふれる政策です。予算はこちらになります。歳入は現在このくらいあり、10年後は人口減少によりこのように考えました。またアプリの会員登録費が新たに加わることによって財源を確保することができます。そして歳出は介護費、医療費が減ることが挙げられます。またこの2点があるため政策に予算を回すことができると考えました。結びの言葉になりますが、私たちは柴田において遊ぶための町ではなく住むための町にしたい、こちらの思いのもと計画を策定してまいりました。はじめにお伝えしたように、柴田には様々な、本当に様々な、魅力があると思いますので、こちらに今、ご紹介した政策の方を加えて、より心身ともに豊かな生活を実現できる、私たちはそう確信しています。皆さんも柴田に住んでみませんか？ということで、以上、発表の方を終わらせていきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。